旦那、月宮の旦那、もしやまだお眠なんで？なんだい、本当に寝てたんですかい。何が早いものかね、もうお昼だ。でも、まあお日様も出てこないんじゃ、朝昼の別も分かりやしませんよね。ええ、ここからじゃ分からんでしょうが、外はお天道様、休みなんです。というより、明け方ひどく降りましてね。私もここに振り込められちゃった。なんで、すいませんが、旦那がもしもう今日ここを立ちたいとそう申されても、ちょっと船を出せないんですよ。何しろ外はえらい大水になっちまってましてね。きっとミオも変わっちまってるよ。これや、まあそういうわけなんで、そんじゃまあごゆっくり。お邪魔様でしたよ。はいね。なんだ、そんなこと。おやおや、何も顔を洗うのに水くぐりを決め込まずともようございましょう。海中のことですが、何もそんなに堅苦しくなくってもいい。ゼンマイを巻き忘れると時間がわからなくなります。ここにはあちこち時計があるが、正しいものはめったにないって話でね。まあお帳場のは狂いが少ない。あとはどこだかにいつでもぴったり合ってる時計台があるっていうのが当てにもならん噂だが、まあそこまで時間にこだわらずともよいといえばその通りですが、旦那が持っているのが一番いい。それにね、そいつを持っていると、なんと片酒が飲み放題です。ただ露波大船いらず、酒場でそいつを見せてやるだけでいい。
私の途中なんですよ。お客様だったらいいかな。用事なんてすぐに済ませちゃいますからね。そしたらすぐにお茶いましょうね。ちょうどいいお部屋を知ってるの。そこなら誰も来ませんし、良いお酒だって隠してるから、そこでゆっくりね。今から地図を書くわ。すぐに。ですか？こんなところでしちゃいたいんです。うち世話しないのは好きじゃないんですけど、まお客さんならそういうのもありかな。その気にさせといて、本当は本なんかがお目当てですか？お客さん、ひどい人ですよね。
危ないわ。気をつけて。高いところの本が見たいのなら係の者に声をかけてね。大丈夫と思うのだけど、痛めたところないかしら。大丈夫？もしかしてどこかひどく打ったりしたの？ありがとう。あなたでしょ？これをわざわざ持ってきてくれたのは。ここは最近では利用する人も少なくなってね。貸し出した本が戻らずじまいなんてこともよくあることなのよ。だから嬉しい。あなたに怪我がなかったのならそれが何より。でももう少しこのままでいるというのはいかが？冗談よ。私としては少しもったいないようなそんな気もするけれど。それで、あなたはどの本を取ろうとしていたの？あの本。はい、どうぞ。いいのよ、そんな。これも私のお仕事なのだし。あら、その本は。上巻だけ。続きの巻は
こかに貸し出し中なのか、それとも紛失してしまったのか、退出帳を確かめてみないとわからないわね。これはごめんなさい、ちょっとお時間いただいていいかしら。検索してみるかな。いいのよ、めったにお客も来ないって言ったじゃない。手伝わせて。一緒にお茶でもいかが？ただ待っているのは退屈でしょ？こっちよ、こっち。お茶に好き嫌いはあって？ちょっと待っていて。お客様用のカップは確か、この上にしまってあった。大丈夫よ、届くわ。ご覧の通り。義手よ。失礼なことなんて何もないわ。私はこれで不便ないしね。あなただってそうでしょ。以前のことを覚えてない様子だけれど、それで不都合があるわけでなし。そうなるとなくしているからって大して苦にもならない。違って？Thank you.
あなたの目を見ているとなんとなくそう、なんとなくそんな気がしたから気に障ったのならごめんなさいね。まあね、並べたのはちょっとおふざけ本当は何のことはない、普段使いの鉄管なんちゃよ、それもお得用の。誰かが借りていったままじゃないみたい。ノートに書き込みはないよね。どこかに紛れているのか。ちょっとすぐにはわからない。それならこの本をどうぞ。肩の凝らない小編ばかりを編んだ本だから、暇つぶしやナイトキャップ代わりにちょうどいいはず。あなたが探していた本の下巻の方も探しておくから、見つかるまでそっちを借りていってはいかが。それがここの会員証。当室をご利用の際はこちらをご提示ください。あなたがお探しの本のこと、何か分かったら伝えるわね。気が向いたらまたいらして。いつでも歓迎するから。